皆さんこんにちは、ニフコーヒーの小川です。今日はただいま実施しているコーヒー豆の好きな産地はどこですかというランキングアンケートの簡単な中間結果を報告したいと思います。アンケート自体はこういう感じですね。項目がラジオボタンになっていて、好きな産地を3つまで選んで投票できるというものです。お好みでそのコーヒーに対してコメントも書けるようなアンケートですね。アンケート自体は匿名で本当に10秒ぐらいで終わってしまうようなものです。でこちらで今集計した段階でベスト5ですね。第5位がブラジル、第4位コロンビア、第3位インドネシア、第2位ガテマラ、第1位がエチオピア、こういう順番に今のところなっています。投票は6月いっぱいまでやろうと思っていますので、皆さん自分の好きなコーヒー豆の産地をぜひ投票してみてください。あと1ヶ月ありますので、順位は結構大きく変わるかもしれないという感じですね。今回の動画は簡単な中間報告とさせていただきました。このアンケートの結果に関しましては、この YouTube 上でランキングの発表と合わせて、そのコーヒー豆の産地についても少し語りながら発表していきたいと思います。それでは皆さんの投票をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。コスパ抜群の最高級スペシャリティコーヒーは、ニフコーヒーネットショップで販売しています。詳しくは概要欄よりご覧ください。